7月30日、渋谷ヒカリエカンファレンスで、まちづくりのワークショップが行われました。これは第1回未来の建物まちづくりコンテストの関連企画として、日本建築芸術大学校が主催し、東急株式会社の協力で開催されたものです。未来のまちづくりの秘密をテーマに、最近の都市開発に触れながら、まちづくりについて学びます。ワークショップでは、なぜ渋谷は若者の街になったのか、そして30年後に渋谷はどうなっていくのかという2つのテーマについて考えました。話し合った結果をホワイトボードに記入し、それぞれのグループで発表を行いました。参加者は小中学生が中心でしたが、大人顔負けのアイデアを披露していました。今日は東急さんの話を聞いたり、あと自分でホワイトボードに書いたりして、あと発表したりすることで、なんかまた建築に興味を持ってました。今日はこの講座で渋谷のこともうまく分かったし、未来のこともこんな感じになったらいいなって思うことがたくさんありました。お越しいただいた生徒さんのアイデアがすごくワクワクさせてくれるような魅力あるもので、すごくなんか刺激的で面白かったなって思ってます。